この研究室は、動物繁殖学研究室で、私は柏崎直美でございます。動物を改良するっていうところを中心に、で、改良した動物をですね、効率よく保存するということで、精子の凍結保存とか、あとは受精卵初期胚の、凍結保存ですね。そういったことを中心に、大きな意味ではですね、動物をより人間のに応用するためにですね、適した動物を作っていく、新しい動物を作っていくというところを、遺伝子組み換えを中心なんですが、そこを中心に研究を展開しています。当初はですね、成功だとは思ってなかったんです。それがですね、ごくわずかな精子が動いてたもんですから、そこで諦めずに人工授精までやったというところがポイントだったと思います。その方法自体はですね、もともと豚で私が経験したことを適用しまして、比較的すぐ方法自体は確立っていうか到達できたんですけれども、そこからその凍結して溶かした精子が本当にその受精能力を持ってるかどうかっていうことを確かめるのがなかなか難しくてですね、そこを諦めずに地道にやったというところがこの時の成功のポイントだったというふうに思ってます。学生のやっぱり好奇心というものを引き出してですね、やっぱり、その好奇心を大事にして、調べたい、何かを作りたいっていう、そこら辺のそのチャレンジ精神ですね、できたらいいなっていうことをチャレンジするというところを大切にして、研究室を研究を運営するように心がけております。